What's up guys? ゲンタです。カットです。ということでね、はい、今回ですね、ミッションディストリクト新作 T シャツ第2弾ということで、はい、ちょっとやっていくんですけど、うん、まあ夏なんでね、もう T シャツの時期ですね。そうですね。はい。で、今回、まあ、第2弾ということで、うん、この T シャツはですね、まあ、またまた、ちょっと、こう、夏に映えるようなデザインの T シャツができたんで、うん、ちょっとね、紹介していこうと思います。で、デザインがね、こんな感じです。こちら、前に胸元、ワンポイント。で、後ろも、こんな感じで、デカデカとデザイン入ってます。で一応、まあ、ほぼデザイン一緒なんですけど、うん、前には、ロゴだけ。で、後ろは、一応、下に字が入ってます。で、イメージはですね、こちらはちょっとプラネット系のデザインなんですけど、結構、まあ、アメリカでこういうデザインのものは多くあって、まあ、そこからちょっとインスパイアを受けて、で色合いもやっぱねこの色合いですよ、うん、ね、そうね、ちょっと好きな感じの色合いにしたんで、うん、ちょうどこうなんか夏にこうなんか寂しい時に来て、なんか後ろから見てもちょっとこうねこう映えるような色合いにしてるんで、まあ、このパキッとした色感、うん、がいいなってことでちょっと作った感じですね。結構ね色味も選んだんですよね。選びましたよ。結構なかなかね、うん、これ1回にねボディに起こしてから見るとやっぱり違うんだよね。違うね。そこでいろいろ選び直しまして、うん、でやっとできましたね。こだわりのカラーリングですね、はい、うん、はい、でボディがですね、はい、もちろんグッドオンのボディを今回もね使わせていただいて、まあもちろんね、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、コットンが 100% で、うん、まあ、コットン USA っていうアメリカの目の中でも国際綿花評議会でこう基準がすごいあるんでね、うん、そこでクリアした上質なコットンを使ってる、まあ、感じになります、はい、でカラーがですね、うん、このホワイト、そうだから染色は一切されてません、はい、マスタラホワイトです、うん、ね、ただの白 T にこちらをがっつりプリントした感じですね、うん、でプリント手法がですね、今回こちら半ラバーということで、うん、まあ、ラバーと、まあ、その染み込みの中間みたいな感じにしてます、うん、なんで、まあ、ラバーのようなちょっとこうへっとりとした雰囲気もありながら、ちょっとこう T シャツに上がってと馴染んでいくようなプリントになってるんで、うん、で、まあ、今回はこちらの白のみですね、はい、カラーはで、まあ、このデザインのみなんで、まあ、1パターンですね、うん、でサイズが MLXL の3サイズ展開になってます。で、まあ、今後ね、うん、結構あるんですよね。そうだね、うん、で今回第2弾で、であと3弾4弾5弾、まあ、6肩ぐらい、うん、7から6とかあるんですけど、うん、まあインスタグラムに、うん、あのミッションディストリクトのインスタグラムあるんですけど、そちらでね結構あの発売するよっていうことを、うん、まあ、事前に告知してるんで、そうね、うん、まあ、そのインスタ見てもらえれば、まあ、フォローしてもらえれば、はい、まあ、そういう情報も入れるんで、うん、よかったらフォローしてください。はい、発売場所がいつもと同じ我々のウェブサイトなんですけど、概要欄にリンク貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。今回はねこんな感じでちょっとこうカラーリングの、うん、こういい感じのデザインだったんですけど、まあ、これから待ってる、まあね、商品も、うん、まあ、企業系だったりとか、うん、ちょっとこうロゴ前にドーンっていう感じのもあるんでね、うん、楽しみにしててください。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。